クラガタの方のあっちだ、あれ。あれ、あれがクラガタの方だ。あれ、泉だよ。かがいくない泉。松井北泉。クラガタの方来たよ。ちょっと影あったけど。これはヤクライさん。ヤクライさん。違うよね。バツったのかな。狂ってますね。本当にびっくりですよ。やっぱ年数経ちましたから何十年か、1年に1個覚えてもね、何個は覚えるんですもん。綺麗だね。まだやっと残っててよかった。これカレーでのは何なぜカレー？カレーとあと火とか取ったりするけど、火はダメなんだよね。ダメなんだよ。ここなんかまるでピラミッドの斜面みたいですね、これ。そうですね。このね、私この切ったことについてまずね、ショックだった。そうですよね。こんなね、なんか本末転倒のような気がしたの。ダムって地産地水、ね、地産地水っていうじゃないですか。地産地水山、山川の。なんとからが持ってこなくてねえんだ、ここでなくても、ほんと土建屋さんの餌だからしょうがないな、ね、地面上でやるからね、ねそう、うわここに本当に国民のことなんか何も考えてない証拠ですよね、これを直接山に川に流すっていうのは ここのコンクリートすでに割れてるじゃないですか、これ。割れてんだよ。ねえ、うん。これ何年前の話ですか、これ作ったの。これ割れたのはね、作ったのはどの何年ぐらいですか。これできて、ダムできたのから感じすると、はい、6年、10年ぐらいになるのかな。いずれにしても10年ぐらい。10年ぐらいね。10年でこのような話は。これますます割れる、うん、で地盤も悪いから余計崩れていって、うんそうそうそうひどいね。水の中もこれ漏れてますよね、きっとね、これね。そうね、そうですね、うん、一旦ここにあれして、溢れたのを二つ石だからこう流していくわけでしょ。はいはい、そうですね、うん、でも、災害っていうのはね、いつ襲ってくるかわからないから本当ですよね、これを汚されてはあ、ちょっとのけますね。はい、はい、どうぞ。ほら、ここも。すでにここ割れてんですよ、これ。コンクリート。今聞いたら10年ぐらい前やって、これ、打ったの。で、中の水の中も全部割れてんですよ。ほら、下の方に。あ、本当だ。あれ、流れてるね、ほら。
水がもう染み出してんだね。染み出してんの、うん、ね。ずっとこれ沢伝いに行くんだね。でね、うん、ここからは流れてないから染み出してるんですよ。染み出てるのね、うん、割れてるから。そうですよね、うん、結構なじわじわっていくと結構な量だわね。こういうのだから危険箇所ですね。こんなに綺麗なとこ汚しちゃいけないわね。ね。向こうに見える頂上が見える姿が見えますけど、あれが落雷山で標高550うん、こっちの方が高いね。果たして。